ディーン・エル・ケイメンは、アメリカ合衆国の発明家、企業家、ディーン・カーメンと表記されることもある。輸液ポンプオートスリンジや、電動車イス・アイバット、セグウェイなどの発明で有名であり、ロボット協議会を運営する、ファーストの創設者でもある。ニューヨーク州ロングアイランド生まれ、ニューハンプシャー州在住。2000年アメリカ国家技術賞、2006年世界人道活動賞。 2015年、エンゲルバーガー賞などを受賞。ケイメンはニューヨーク州ロングアイランドで生まれる。父ジャックケイメンはマット、ウィアードサイエンス氏など EC コミックの漫画誌のイラストレーターだった。ケイメンはウースターポリテクニック大学に入学したが、5年間の油液ポンプオートスリンジの個人的研究の末、卒業前に退学している。ホワイトハウスにて、 当時の大統領ビル・クリントンと自身の発明したアイバットに乗っている。平面はセグウェイと呼ばれるようになった発明品にまつわる報道で一般に知られるようになった。セグウェイは一種の電動二輪車であり複雑なコンピュータ制御のジャイロスコープ的安定装置と制御システムによって並列な二輪上でバランスを取るようになっている。開発は極秘裏に行われたが 2001年1月、ある本の中で、スティーブ・ジョブズなど有名な IT 専門家が、その発明が、社会に大きな変革をもたらすと述べていると書かれたため、様々な憶測を呼ぶこととなった。k 面は、スターリングエンジンの設計プロジェクトに深く関わり、それを浄水システムスリングショットの動力源として応用した。彼は、このプロジェクトによって、 開発途上国の水の供給事情の改善をしたいと考えていた。浄水システムの特許として、アメリカ合衆国特許第734万879号をすでに取得しており、他にも特許出願中である。軽面の会社、デカでは現在ソーラーパワーに関する発明に従事しているという。また、ダーパの資金で、ルークアームという脳で制御する技師を、 研究開発している。経面は圧縮空気を動力源として人間を空中に発射する装置も発明した。これはスワットチームなどを正面から入れない高い建物の屋根に素早く送り込むためのものである。しかし経面はこれら以前にすでに発明家として成功していた。まず、有液ポンプオートスリンジを発明しその製造販売のために会社を起業。また、 有液ポンプの技術を応用して携帯可能な人工透析機や後にセグウェイに発展したジャイロスコープ技術を使用した不正地走行可能な電動車アイバットを発明している。ファーストレゴリーグ2007の様子1989年、K-Men は科学技術への関心を高めることを目的とした学生のための組織ファーストを設立した。2005年、ファーストは ロボットの競技会を開催している。2011年には世界各地の55の地域で競技会を開催し、セントルイスで世界大会を開催した。フィサートは CNN、ゼネラルモーターズ、グーグル、マイクロソフト、コカ・コーラ、ボストン・ギアズ、モトローラ、デルファイなどから広告料を得ている。ファーストは年代別にいくつかのロボット工学プログラムを実施しており、 小学生低学年向けのジュニア、FLL 小中学生向けの FLL、高校生向けの FTC と FRC がある。k 面は、ファーストの競技会を考案したことが自身最大の発明だとしており、それらに参加した100万人の学生が将来の技術革新をもたらすだろうと予測している。k 面はこれまで様々な賞を受賞してきた。1997年。 医療機器の発明や、高校生への工学教育などの貢献により、全米技術アカデミーのメンバーに選ばれた。1999年には、ハインツアワード、2000年には、アメリカ合衆国大統領ビル・クリントンから、アメリカ国家技術賞を授与された。2002年4月、セグウェイの発明と糖尿病治療への貢献に対して、レメルソン MIT 賞を授与された。 2003年には安価な浄水システムプロジェクト、スリングショットがタイム誌のクールストインベンションオブ2003で辞典に選ばれた。2005年、オートスリンジの発明により、発明者の殿堂入りを果たした。2006年、k 面は国際連合からグローバルフマニタリアンアクションアワードを授与された。2007年、アメリカ機械工学会から最高の栄誉であるアスミ、メダルを授与された。 2008年、インダストリアルリサーチインスティチュートのイリアチーブメント、アワードを受賞。2011年、ベンジャミン・フランクリンメダル受賞。2015年には、エンゲルバーガー賞を受賞する。経面は、また、様々な大学から名誉学位を授与されている。経面は、発明と結婚したと公言している通り、独身である。彼の自宅は、 ニューハンプシャー州ベッドフォードにある六角形の木造で、ウェストウィンドと呼んでいる。少なくとも四つの階層があり、坑道のような廊下、1960年代風家具、螺旋階段と秘密の通路、展望タワー、何でも揃った作業場、中央に陣取ったヘンリー・フォードが、かつて所有していたという巨大な中鉄製の蒸気機関などがある。その蒸気機関について軽面は、 スターリングエンジンを動力としたキネティックアートにしたいと考えている。ケイメンは2機のヘリコプターを所有して仕事での移動に使用しており、そのための格納庫もある。また自家用飛行機ビーチクラフトプレミア2を2機所有しており、自分で操縦している。彼の会社、デカでは毎年彼に複雑な機械をプレゼントしている。最近ではチェス盤にロボットアームをつけた。 チェスプレイヤーロボット、木製のアンティークな外観のコンピュータ、機械式タイプライターを改造したコンピュータ用キーボードなどがある。平面は USA サイエンスエンジニアリングフェスティバルの諮問委員を務めている。2010年10月に始まった先端技術を紹介するテレビ番組 d e ー m of Invention では司会を務めた。ありがとうございます。